生ファラーのデカチャンネル。デカチャンネル。デカちゃん、チャット GPT で最強の生物を作ろう。はい、最新技術や。うん、AI、チャット GPT、うん、あれね、使ったことないよ。やったことないよ。違う、あの画像どういうこと？お前が悪いやんけ。画像作れるんで、うん、それを5個の指示だけでどっちの方が強いの作れるか。はいはいはい。はい。なるほど、ね。これやります。まあだから。どっちから行く？いや俺やったことないね。あ、じゃあ俺から行こうか。うん。やったことある？俺ちょっとだけ遊んだことある。じゃあ打ち込みで出る？そう。打ち込みで出ます。はいはいはい。5個やで。ドラゴンの画像を出して。あ、ドラゴン。まあ、ドラゴンはやっぱ強いやろ。まあなるほど。間違いない。はいはいはい。これにこういろいろ骨付けしてって、うん、肉付けしてって。うん。最強生物作ります。あー、かっこいい。だからどっちが強いか判定してもらおう、後で完成作品は。はいはいはい。じゃあこれにどうするか。うん。雷をまとわせて。まとわせて。あ、ライトニングドラゴン。ライドライブ。ライドラか。うん。まあさっきのでも結構いいね。うわー。うわー。かっこいい。強そう。まあでもそれを俺は倒したらいいねんろ。うん、どっちがかっこいいかじゃない、どっち最強生物やもんな、うん、超でかくしてでかさでかちゃん、ね、最後やからこれミスったら変ななる可能性もあるよな。そう、めっちゃデブなる可能性もあるよな、これが。デブドラゴンの英語で何か言われた。課金しんかったから制限きた、制限きた。月3000円もうめっちゃ使うしかない。でちょっと GPT 取った、うわ消えた俺のドラゴン。さっきの、ドラゴン の変わるかもしれんな。違うドラゴンになってる。かっこいいドラゴンや。違うドラゴンになってる。雷をまとわせて。どっちがいい、さっきのか。いや、さっきの雷まとった状態がもう良すぎたな、正直。まあ合ってたな。うん、かっこよすぎたもん。かっこいい。結局雷まとわしたらかっこいい。かっこええよな、確かに。あ、でも俺でこれ、うん、こっからよ、うん、超でかくして、これでどうなるか。マジデブクは先取ってくれ。うわー、でかなった。かっこいい。すげえすげえすげえ、でかなってる。3個目やで。はい、いいです。あと2個ね。うわ、どうしようかな。コスモパワーを手に入れて。コスモパワーを手に入れて。あ、稲妻からの宇宙を滑るドラゴンを作りた俺は。地球に収まってたらダメ。もっといけ、もっといけんぞ。ライトニングドラゴン来たー。ライトニングどっか行った。いや、ちょっとまとってんで。お前ちょっとまとってる。微弱な電磁波。こちらがコスモパワーをまとったドラゴンの画像です。星雲や銀河が体に流れるような、壮大な雰囲気を表現してみました。いいね。最後やな、うん、最後の一手どうしようかな。いやもうなんか勝てそうな気はするけどな。もうなんかただのドラゴン来てる気するから。神と融合して。これはすごい。ゴッドオブドラゴン。変なね。いでよ、コスモパワーをまとったゴッドオブドラゴン。人間の指とか生えろ、ピョンいけ。神様頼む、指とかピョンって生えろ、いけ。出たー、ゴッドオブドラゴン、ボルテックス稲妻ファースト。意味わかんない。かっけー、これや俺の最強生物。それね、これを倒すやつやな。うん、やってみろ。うわ、どうしよっかな。ありがとう。まあ、だドラゴンやろ、ドラゴン倒すから、うん、いや俺結構あって、ヤマタノオロチとか、あ、行くとか。なるほどな、うん、もうあるやつや。そう、ある強いやつや。俺じゃあちゃうので攻めようか。うん、渋いんはマジで最初めっちゃ雑魚いやつやのに最後強くなってるやろ。それより強くなってるっていうのがバカってかっこいいな、正直。うん、渋い勝ち方ではある。まあ最初これ弱くはないけど、うん、あ、これでいくかぐらいの出て。うん、巨人。野球選手来たらどうしようかな。あ、分かった、じゃあ行くわ。はい、ネズミ。おい、ネズミから、ネズミからドラゴン。ドラゴンだいぶレベル高いね。レベル高いやろ。うん、どんなネズミ来るんやろ。まあそれでな、ネズミで倒します。何書いてんの。
あー、かわいい。かわいすぎる。かわいい。こんなんあかんの、ほんまもう雑魚やで。で、こっから5個やから、5個やろ、あと4つで、あと4つやろ、どんだけ仕上げれるか。あ、もうここでいっちゃうわ。神というお前さ、お勝ちにお前それ絶対勝てる方法やろ、お前よくわからへん。この可愛いネズミが神と融合したらどうなんの。いけ、はぁ、まだ可愛いままや。可愛い強豪しいオーラ、いやでも可愛く強いのもあんねんな。あ、うん、正直な、そうやな、うん、なんかちょっとミッキーみたいな感じあんもんなこれ、うん、優しい系の強いもあんもんな。わかる、わかるやろ。お前その勝ち方探してんな。わ、うん、かるやろ。もう最強生物やからな。最強生物です。その神様的なこともあるよ、ね、神様的なこともありますから。神と今融合してるから太陽系よりでかくなって、太陽系よりでかくなって、いけいけ、うおお、なんやこいつ強まった、お前怖いやん。あるぞ、やりすぎやって、これあるぞ、言ってでやりすぎ、これはある。ちょっと待って、うまかったんや。え、でやっぱネズミはネズミやな、こっからだから変えれるやろ、うん、え、ネズミ感がやっぱなあるな。だってもうお前の最後の携帯ぐらいまで行ったで。で、お前のは？お前の見る？これ見て。一回冷静。一回ここ終わってからにせよ。一回冷静になって。分かってた。だから一回冷静になって。これ3やねん、まだ。これやばいね。これやばい。早2個あとやれよ。これやばいやん。でもまあ、デクノボっていう可能性もある。でかいだけで。腕を。今迷ってんの、ね。ドリルにしてか、マシンガンにして。これは、これは、バカできる、バカ強度できる。正直マシンガンやね。マシンガン。こっからこれを腕マシンガンにして。うわー！腕増えた。強い。これは強い。金も。これは強い。だって見て、まだ銀河よりでかいねん。これはすごい。えぐい、えぐい。ネズミからのえぐいって。ラスト1個。ラスト1個や。ここやな、重要な。大事よ。ここ大事だな。正直どうなるか決まるから。翼を生やして。なるほどね。ああ。もうフォルムはできてると。ああ。もうあとはこいつ飛んだら終わり。なるほどね。翼を生やして。虫の羽つけ。うわあ！めっちゃ戻った。でもネズミ自体は。これ雑魚やろ。やったかも。これ雑魚やろ最終的に。ゴッドネズミ。フライング。マグナムファースト。あ、ファーストや。ガトリングマグナムファースト。コメントでもらう、どっちが強いか。まあまあ、余裕でドラゴンやけどな、正直。いや、余裕で勝つで、これ。もう以上ですか。あ、以上、これ思うな、はい、またやろう。またやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。メカチャンネル。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。